連邦航空局の CV-540 コンベア540は、総発ターボプロップ旅客機。アメリカ合衆国の航空機メーカー、ジェネラルダイナミクス社コンベア部門のベストセラー、総発レシプロ旅客機コンベア340、440のエンジンを、イギリスのネピア &3 社製の E ランド NE1.1 軸流式ターボプロップエンジンに換装した機体である。 最初のコンベア540は、就航済みのコンベア340を、ネイピア社が自社製のい,いランドターボプロップエンジンに、換装したもので、1955年2月9日に、初飛行し、都合5機がアメリカのアレゲニー航空で試験運用された。しかし、エンジンの信頼性が低く不評で、追加発注を得られなかったばかりか、回収済みの5機も元のレシプロエンジンに戻された。 一方、コンベアと同じジェネラルダイナミクスのグループ企業で、当時コンベア440をライセンス生産中だった。カナディア社は、カナダ空軍の発注により、コンベア540を生産した。こちらは、初めから E ランドターボプロップエンジンを搭載して、新造されたものであり、10機が生産された。この軍用版は、カナディア c l 十六の形式名を与えられたが、 やはり、エンジントラブルが多発し、これらもまた後にアリゾンエンジン車の T56、ターボプロップエンジンに換装された。民間版は、カナディアコンベア540の名称で、デモ機も用意されていたが、同じ理由で一機も売れなかった。上記の通り、コンベア540には、同一エンジン、同一名称下に、その開発過程と同体長の異なる2機種が、 並存しているが、いずれの製造、回収にもコンベアは直接関与していない。当時、イングリッシュエレクトリック参加だった、ネイピア社の航空エンジン部門は、1961年に、ロールス・ロイス社に買収されたが、同社は E ランドの基本設計に欠陥があるとして、改良を放棄し、生産中止を決断したため、ヘリコプターのウエストランド・ウエストミンスターと、 その他の少数の試作機を除いて、コンベア540が唯一の E ランド搭載機になり、それらの前機が E ランドを廃棄して、別のエンジンに積み替えるという三端たる結果に終わった。コンベア240、340、440系を同様にターボプロップ化した機体には、他にコンベア580、コンベア600、コンベア640がある。 ありがとうございます。